お待たせいたしましたホテルリレーション谷野でございますはいはい明日でございますねはいお部屋の方空いてございますこちらが一番ご利用いただいているお部屋です、うん、こちらにお引き継ぎがありましてこちらが祭壇になりまして大体このお部屋で15名ほどでご参列いただけるお部屋になっております こちらの施設はなるべく低予算でしかも心のこもったおもてなしにより、えー、個人様をお送りできるようなことを目指して運営をしております。 そうですねあの一つは日本人の一つの考えとしましてまだお亡くなりになられた方の魂がこの近くにおられるということが一つあります。でもう一つはご遺体とご家族が触れ合うことによってやはり悲しみを癒やす落ち着きの時間を設けると結果グリーフをケアするというふうな心の余裕を持っていただくということが大きな理由であるかなというふうに思います。